始まりはアジア最大の歓楽街カムロ町で起きたある一件の殺しだった。その濡れ衣を着せられた道島組若衆桐生一馬は、育ての親でもある若頭の風間を守るべく決死の覚悟で組を抜ける。桐生をはめたのは風間に次ぐ組の幹部、道島組若頭補佐久世健能会会長久世大作。その最終的な狙いは空の一坪と呼ばれる土地にあった。巨大な利権の絡むカムロ町再開発計画にとって欠くことのできない空の一坪。そのわずかな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦に、ある一人の男が桐生を巻き込んでいく。橘不動産社長橘哲。その背後に隠された風間の意志が桐生の運命を大きく変えようとしていた。桐生が抜けた堂島組では幹部の筆頭だった久世に代わり、堂島組若頭補佐太平一家組長阿波野弘樹が新たに台頭していた。阿波野は橘不動産が持つ空の一坪の情報を奪うべく、桐生に橘の身柄を引き渡すよう迫る。頑なに要求を飲まない桐生に対し、阿波野は堂島組を挙げて包囲網を狭めていった。桐生は兄弟分である錦山の助けにより神室町を脱出するが、その錦山とも決別を余儀なくされる。東条界最強といわれる堂島組との対立が深まる中、それでも神室町へと戻っていく桐生。そこには桐生の首を狙う強大な力とわずかな仲間とが待っているはずだった。堂島組幹部阿波野の包囲網はついに桐生を神室町に追い詰めるが、橘の決死の覚悟が堂島組の一瞬の隙をついた。やがて空の一坪をめぐる熾烈な争奪戦は、ついに東日本の裏社会を牛耳る東条界本家をも巻き込んでいく。目まぐるしく書き換わる極道たちの勢力図が新たな局面を迎える中、桐生は事件の鍵となる空の一坪の所有者の名を明かされた。その人物の名は牧村誠。蒼天堀にいるという彼女を神室町に無事連れ出すことが、桐生や橘にとって堂島組に対抗しうる唯一の手段だった。東条界最強といわれる堂島組が独占を狙う巨大な利権、神室町再開発計画。その鍵を握る空の一坪の所有者牧村誠は、橘の生き別れの妹だった。極道たちは特殊な生い立ちを持つ兄と妹に情け容赦なく牙を剥く。殺された兄の復讐を誓った誠もまた堂島組の凶弾に倒れ、暴力の闇に飲まれていった。しかし神室町が今まさに堂島の支配下に置かれようというこの日、
極道の掟から外れた二人の男がそれぞれの思いを胸に伝説の幕を開けようとしていた。